はい、すいません。枠取り直しました。よろしくお願いします。今日はですね、2019年3月の20日、朝の10時です。10時ジャストですね。ちょっとね、ツイキャスの方がね、メンテナンス入っちゃったんで、ふわっちの通常枠開くことになりました。よろしくお願いします。はい、わたつ。ニンニ、おはよう。おはよう、ニンニ。はい、わたつ。うさぎサムネさん、おはようございます。おはよう。おはようございます。はい、わたつ。ボン、おはよう。おはようございます。いやー、でも早くね、あれだよね。今日気分いいよ。今日元気だよ。いやー、でもこれ iMac は選択肢に入ってきたのは結構いいなーとか思ってて。どうなんだろう、このグラフィックボードがいいやつなのか悪いやつなのかっていう判断がちょっとできないのがあれかな。パソコン詳しい人に聞かないとね。まあでも選択肢が、安い選択肢が広がったのは良かったな。今日気分いいからぶり返さなくていいよ。めんどくさいわ。で、モニターが 4K 対応だから 4K 動画をね、普通に編集できるっていうのがいいよね。4K のモニター買ってるのと一緒だから、これ。ねえ、iMac いいよね、これ。一番安い価格帯、結構、そんなに高くないよ、iMac。俺はさ、ほら、動画編集するからあれだけど、21インチの一番安いモデルだったら12万800円だからね。一番高いやつでも16万。標準で買うんだったら。だからネットを普通に使うぐらいだったら、全然12万とかで買えるからね。これありだと思うよ。全然いいと思う。安い方。で、モニターでかい方でも16万とかじゃなかったかな。19万か。ちょい高くなるね、27インチは。まあ、全然悪くないと思うけどな、選択肢としては。ありでしょう。ちょっと俺も詳しく、SD カードも入るのもでかいな。これがでかいんだよね、さっき言ったレティーナディスプレイ。あ、ちょっと待って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 。カラーグレーディング、これあれだよ、ダヴィンチだよ。ダヴィンチ使えるってことじゃん。うわ、でかい。ほら。要は、これをアップルが歌ってる、ダヴィンチだよ。これだよ、俺が使ってるソフト。ドライバーが不安定の意味がわかんないんだよね。いや、でもね、これね、要は、売りにしてる。Mac の公式なの、これ。アップルのサイトなんだけど、これを使ってんの、俺。このパロン、あ、気づかなかった。ほら、ダヴィンチリゾルブって書いてあるじゃん、ここに。要はダヴィンチ用に開発してますよって言ってるようなもんだからね。そのさ、
そのレディオンはドライバーが不安定の、ドライバーが不安定っていうのはどういうことなの、バッツーさん。そのなんか分かりにくいんだけど、どういうこと？ドライバーが不安定。ドライバーバージョンがあって更新したりすると不安定になる。そもそも ドライバーが分かんないんだ。ごめんね。バツツーさんはさ、多分その辺知ってるから、それでなんか、用語として分かるかもしれないんで、ドライバーのバージョンって、ドライバーがそもそも分かんないって話よ。だからそのドライバーのバージョンが不安定っていうのは、自分で組む、自作 PC 組むからじゃないの。分かんないけど。これブラックマジック、これ俺が使ってんの、クワッドコア表。ドライバーが不安定って何なんだろう。ブラックマジック、フュージョンスタジオ、ドライバーがないと動かせないんだ。でドライバー、端的に言うと、そのドライバーが不安定っていうのは何を指してるのかがよくわかんねえな。悪くないんじゃないかな。いいんじゃない？どうなんだろう。いいね、iMac ね。うん。ソフトウェアに問題があるっていうことが言いたいの？機能の説明じゃなくて、実際ソフトを動かす上でどういう不具合があるのかっていうのが知りたいかな。その都度違う？
よくわかんねえな。良くなってんのか悪くなってんのかがわかんねえかんな。いや俺はねソフトが動けば何でもいいんだよね。動画編集ができれば何でもいいのよ。良くなってんのか悪くなってんのか全然わかんねえな。ん、つまりあんまりよく買わない方がいいっていうことを言ってるってこと？買わない方がいいよってこと？あんまりコスパ良くないってこと？ダーマさんいらっしゃい。よくわかんねえな。編集用なら今ので十分。え、俺が今持ってるパソコンってこと？ソフトが落ちるのに？ソフト起動して演算かけた瞬間に落ちるんだよ、ダーマさん。どうやってやんの？え、ダーマさんどうやってやんのか教えてください。この前映像編集やった時に5秒で落ちたんだよ。カチッと押した瞬間ピューンって落ちたんだよ。そう、この前編集したのがこれなんだけど、これの処理やった瞬間に落ちたんだよ。無理じゃん。できないよ。できないから買おうとしてんだから。十分だったら俺だってお金かけたくないよ、それで済むんだったら。再インストールとかいう問題じゃない、再インストールとかの問題じゃない、そもそも。それでなんとかなるんだったら俺だって30万40万50万かけたくないもん。他のことにお金使いたいよ。これか。いやいや、ハードだってや。ハードだって。デッツノートで編集してんだから。
いや、お金足りないですよ、全然。機材ばかり集めてるわけじゃないよ。機材集めてるわけじゃなくて、編集するときに編集ができないよ。だから今、その映像を作りたくても作れないのよ。レッツはいつぐらいだろう。2年ぐらい前かな。2年ぐらい前の、やつだね。グラフィックボードが Apple に搭載されたけど、俺のやつはグラフィックボードはついてない。そもそも俺のレッツノートにはグラボはついてないですね。グラボ依存のソフトを使いたいのにグラボが搭載されてないね。それは動かないわな。そうなってくるとディスプレイの問題が出てくるのよ。そうなると外付けで24万とかのディスプレイを買わないといけなくなるのね、よくよく。だからそれがどうなんだろうっていうところもあんの。要はグレーディング、要はソフトが今度動くとしても、自分の何て言うのかな、作った映像が周りで出力される時にずれちゃうのね。だ今度ディスプレイを、そのプロ用のディスプレイ買っても意味ないじゃん。だから結果的に安くなるんじゃないかと踏んでるっていう話。そもそもグレーディングっていう、カラーグレーディングっていう作業をやるためにダヴィンチリゾルブっていうソフトを使ってるから、正しいその認識ができないのに、そのソフトを使って意味があるのかっていう問題があるの。なんかコスパがいいかどうか分かんないんだよね。その判断材料が少なすぎるっていうか、俺がパソコン全然詳しくないから。プロ仕様のモニターがどうこう、プロ仕様が欲しいかどうかの問題ではなくて、例えば何で説明するのがいいかな。今見てる、俺が作ってる画像と、俺が作ってる映像あるじゃん、パソコン上で。と、みんなが見てる映像って違うのね。どれくらい差があるかっていうと、そうだな、こうやったらわかるかな。これでわかる？色が違うのわかる？こことここで。あ、ダメか。モニター上、俺が作ってるソフトウェアとみんなが iPhone で見てるの違うんだよ。いや、つくもに Apple ないから。じゃ、だから、つくも電機に行った時に50万かかるって言われてたやつが、Apple が昨日発表した製品だと35万なんだけど、どれくらいの差があるのかがわからないっていうのが今の議題なの。つくも電機に俺が持っていった見積もり出した。50万で出された。で、今、アップルで、その動くよって言われてる新製品が35万で出た。で、
モニターはついてないで50万なのよ。アップル限定の話じゃない、アップル限定の話じゃない、そこじゃない、違う。一番安く言うと、俺はソフトを動かせることと映画編集用の動画を編集できるのが目的なのよ。でそこでコストを下げたいっていう、要は安く、バランスのいいものが欲しいわけじゃん。ここまで OK？ 安くしたいのよ。でも最低条件、今話してるのはモニターの話だ。スペックは公表されてるからサイトを見たらわかるじゃん。わかるかな。なんて言えばいいのかな、なぜ伝わらないのかが分かんねえな。高いモニターかどうかの話の前に、今どう説明すれば伝わるのかっていう話を考えてるんだけど、どうしようかな。まず、4K で撮りますと。カメラ自体は問題ないんですよ。今持ってるカメラは問題ない。で、4K のデータが重いっていうのはわかるでしょ。4K のデータが。で、まずは 4K の動画をある程度サクサク読み込める CPU が必要な。エンコード。出力するときも入力するときも、ある程度の速度は絶対必要なの。で、簡単に言うと、俺が今どれくらい苦労してるかっていうと、5分の動画を素材として撮影しました。ここまで OK？ カメラで5分の 4K の動画を撮りました。読み込むのに3時間かかるの。OK？ 5分の動画を。で、今度5分の動画を3分に編集しました。それを YouTube とか、そう、みんなに見せられる形にエンコードするときに3時間とか2時間とかかかるの。つまり、4時間から6時間もうそこで時間食っちゃうの。OK、ここまで。まず問題点1。読み込みがまず遅い。で、今度問題2。4K の動画を編集するときに画面があるでしょ。普通だったら色を赤って、例えばなんだけど、そうだな、今撮った映像がこの画面だとして、明るさをもうちょっと明るくしよう。明るさを暗くしよう。こういう作業をずっとやるのよ。OK。で、今はさ、俺の指の動きと一緒に連動してるの分かる？こう、グッグッってやったら明るくなったり、今さ、右にフッて振ったら明るくなる。フッてやったら白くなるでしょ？これが、10秒ぐらいのラグがある。つまり、サクサク動いてるんじゃなくて、俺が指を動かして、ラグがある状態で編集をしてるの。だから、まず連動できてないっていう問題が問題2。これは、グラフィックボードが入ってないから。で、今度、ここに、じゃあ、エフェクトとして、シーンとして、エフェクトを追加するっていう作業をやったら、落ちるの。OK、問題3。問題3ね。つまり、何が言いたいかっていうと、編集ができないの。ここまで OK。ここまで分かった。みんな、共通認識として分かった。俺が抱えてる問題ね。つまり、軽いデータでただのカット編集ぐらいしかできないっていう状態なの。
要は今持ってるカメラの性能を活かしきれてなくて、 iPhone で撮ったウェブカメラとか iPhone で撮った画像とかをカット編集しかできないっていう状態なの。そう、マシンパワーが足りてない、簡単に言うと。で、じゃあ OK、ここまで分かりましたにするじゃん。で、俺は何をやったかっていうと、じゃあ予算を組むために自分が動かしてるソフトをある程度サクサク動く環境でいくらぐらいかかるのかを知ろうとしたので、ドスパラっていうところとつくも電機っていうところ、2つ秋葉原に足を運んで言ったのが50万円かかりますよって言われたので、それはパソコン本体の組んである値段だから、モニターとかは関係ない。 OK。で、今度それで50万で組んで家のパソコンで組んだとしても、正しい映像として出力をされてないの。俺がだから編集してもいくらこのパソコンで見るときに綺麗な画像なのよ。うん。で、で、そこまで行ったと。OK、つくも電気で50万。で、昨日何が発表されたかっていうと、そもそもな、もともと Mac を買ったら70万だったの。Mac の筒のタワーの状態に70万かかるっていうことで、そんなの買えないよね。じゃあコストを下げよう。つくも電気に行きました。つくも電気に行ったら50万、20万安くなったよね。で、どうしようかな、お金貯めないとね。で、その次の段階が昨日発表あったのが、ある程度の価格帯で35万円でレティーナディスプレイがついて出ました。今ここ。OK。で、まず、つくも電気で組む場合っていうのは、グラフィックボードとか、まあ、組んでもらうんだけれども、詳しい人に聞いたら、一個一個のパーツにどこに問題があった時っていうのは保証が効かないの。安く組むことはできるんだけれども、不具合が出た時にメーカーで作ってるわけじゃないから、メーカー保証がまず存在しないからやめた方がいいですよ。和道さんがもともとなんだ、パソコン組むのに知識があって、グラフィックボードに不具合が出てるから組み直さないと、ソフトドライバーここで更新しないとっていう知識があるんだったらも問題ないんだけれども、例えば和道さんが50万のパソコンを買いましたと。で、家で作業やってて何かで不具合が出始めたと。その時に作業全部止まるんですよって。で、その時に一回一回僕が行ったりとか、リスナーさんが家に来てくれて、ここ問題だからここ直しておくねっていうことってできないですよねって。つまり50万で安く組んだとしても不具合が出るからやめた方がいいんですよっていうことは言われてたの。で、その人が言ってくれてたのっていうのが、リーク情報でアップルでそこそこのパソコンのスペックがそこそこの値段で出るから、だから安く組むっていう、この2、3万安く、2、3万高いのは事実なの、アップルが。もうそれは分かってるの。ただその2、3万っていうのは何なのかっていうと、アップルがある程度の品質を保証してる値段なんですよって。で、要は不具合が出ないことをアップルっていう世界で一番でかい会社が保証してるわけだから、和藤さんそこの3万はケチるべきではないですよねっていう話が1点目。ここは納得できるでしょ、普通の人が聞いても。ああ、なるほど、メーカー保証ねって。で、テストを重ねてるわけじゃん、アップル本社の中で。だから、その安くするっていうことじゃなくて、実用的かどうかを考えましょうよっていうことをずっと言われてんの今。言ってる意味わかる？うん。で、さらに言うと、アップルの強みっていうのがもう一つあって、それがさっき言ったレティーナディスプレイっていうやつの。要は、パソコンとモニターが一体型だから、モニターがついてくるんだけど、レティーナディスプレイが綺麗だっていうのは、なんとなくみんなわかるでしょ。レティーナディスプレイが綺麗だなって。で、これの詳しい説明をすると何なのかっていうと、簡単に言うと 4K 対応のモニターがついてるので、俺のやつはその 4K 対応してないでっかいモニター、これを使ってるのよ。でも 4K で 4K の画像をパソコンに今入れてるんだけど、この画像がそもそも 4K の画像が出てないのよ。だからなんて言えばいいのかな
言ってる意味わかる？つまり俺が見てるの、俺が編集して俺が綺麗だなと思ってるのが 4K じゃないのにそれを 4K 動画で無理くり編集してるわけよ。わかる？言ってる意味。そんな話してない、うん、買ってほしいとかそんな話今してない、うん、だんだんわかってきた。だからなんつうんだろう、その Mac なんでいいのかっていうと、価格帯がある程度下がっていて、そこそこのスペックのパソコンがそこそこの値段で買えて、で標準的っていうのかな、今の状態は。わかる？標準的っていうのかな、わかる？レティーナディスプレイは 5K と 4K に対応してるんだけど、わかる？4K モニター、ちょっと待ってね。今度、じゃあ画質の説明をするないといけないのか。みんなの中で 4K っていうと、フル HD っていう規格あるじゃん。1980×1080 とか、縦の幅と横の幅が広いっていう認識でしょ？それ以外に説明できる人いる？ 4K って何がすごいかって、ただ画面がでかくなってると思ってるでしょ？わかる？色温度とかモニター調整なんだけど、それを何をやってるのかっていう話の、結果何が言いたいのかをずっと伝えてるけど、それがわからないのはあなたの問題ですね。 4K の説明できる？ 4K っていうのはただ画面がでかいだけじゃなくて、色の深度が深いのね。で、 4K モニターの中でも 4K っていろんなメーカーが 4K って出してるんだけど、 4K にも種類があって、標準規格っていうのがあるの。だからその、俺が何が言いたいかっていうと、みんなは Mac 持ってるでしょ、 iPhone 持ってるでしょ。だから iPhone が標準規格になってるから、 iPhone 要はレティーナディスプレイだよね。レティーナディスプレイで映像を作ることによって、今 iPhone で見てる人、手挙げてください。みんな iPhone で見てる人手挙げて。何人ぐらいいる？90人いる中で。ちょっと手挙げて。もう話が早い、その方が。何人いますか？手挙げてください。iPhone で見てるよっていう人。みんな持ってるでしょ？ iPhone。で、iPhone の画像ずっと見てるでしょ？それで編集ができるってこと、簡単に言ったら。要は、違うの。4K モニターにも種類があるの。みんな持ってるでしょ？ iPhone。要はみんなに届ける時の映像の環境で作れるっていうのが強みなの。わかる？共有できてる状態なの、もうさらで。だから 4K のモニターで Apple とは違う規格で作っちゃうと、みんなが Apple で映像を見るときに違うズレが出るの。種類とかいう問題じゃないんだよね。みんなはさ、4K テレビって言ったら同じ 4K だと思ってるけど、電気屋さん行ったらわかるよ。全く同じ 4K っていろんなメーカーが出してるけど、全然色味が違うのわかる？わかる？同じ映像を出力しててさ、いろんなテレビがブワーって並んでて、で、同じ 4K なはずなのに、色がこっちはなんかこうカットしてるとか、こっちは柔らかいなとか、こっちは色合いがこうだなとかあるでしょ。それはわかる？テレビ屋さんに行った時にテレビが無数に並んでる。同じ 4K なのになぜか色合いが変わる。あれを俺は作業で作ってるのよ。わかる？それがその俺の作業なの。そもそもみんなにどういう映像を届けようっていうことを一生懸命やってるのよ。だけれども、俺が 4K 対応のモニターじゃないので編集したところで、みんなに 4K で届けたところで意味がないよねって話をしてんの。言ってる意味わかる？あるでしょ？わかるでしょ？そこは。だったらみんなが iPhone で見慣れてる標準の色っていうのは iPhone になってんの。だから iPhone に近い映像で作った方がコスパがいいんじゃないの問題。要は35万の中にモニター代が入ってるってこと、簡単に言ったら。 OK、 ダンボールおはよう。
ボンありがとう、いいね。ていうかさ、ボンさ、今日映画のミーティングあるんだけど、東京来れる？今日。映画のミーティング今日急遽決まったんだけど、ボン来れる？東京。来れる？今日無理。なんかラグってんな。猫の目おはよう。ハートありがとう。っていう問題に今ぶち当たってる。っていうのが、まあさっきからそのなんとかさん、アナさんが言いたい、結果何が言いたいのっていうのは、Mac を買うべきかどうか。っていう問題。今日無理ね。オッケーオッケー。じゃあ俺だな。有線と無線が渡らなかった話はもはや外国語だよね。いや、わかるよ。俺も外国語だったのを勉強してやってるから。また難しいんだよ、その映像って。だからみんなが見てるクリエイターが作った綺麗な映像ってあるじゃん。映画館とかで1800円で見る映像、それがそのどういう風に作ってるかっていうのの話なんだよね、どう作ってるのかっていうか。なんて言えばいいのかな。例えばその iPhone で映画撮れるっていう話をする人っているんだけど、それって色鉛筆でアニメーションが描けるって言ってんのと一緒で、色鉛筆でアニメーション描けるのよ、実際腕があれば。だけれどもそれが現実的かどうかよ。まあだって厳密に言うと色鉛筆でも何でもアニメーションを描いてるわけじゃん。だけどその俺が作りたいものは色鉛筆のパラパラ漫画が作りたいわけじゃないんだよっていうことをずっと言ってるんだけど、なかなか理解されない。だから例えばさ、 YouTube に動画載っけてるんだけど、普段の俺の映像綺麗だと思うでしょ。他の配信者に比べて映像の作りが綺麗で 4K ですかとか言われるのよ、たまに。そこはみんな認めると思うの。この画像綺麗だと思いません？思わない？この絵作り、要は他の配信者に比べて絵作り綺麗でしょ。だけれどもその例えばなんだけど、どれか分かりやすいかな。ちょっと待ってね、今比較対象を出すわ。ちょっと待ってね。今その話をする。その便所さん綺麗って言ってんのとこういうことでしょ。要は便所さんがやろうとしてることは俺もできるのよ。やってることっていうのかな。でもこれって実際みんなはモニターは一緒のモニターで見てるのよ。でも映像綺麗なのはわかるでしょ。わかる？普段見てる映像よりもこっちの映像の方が綺麗だと思わない？どう思う？でこれがわからないんだったら俺の話は理解できないと思う、多分。こっちの画質の方が綺麗だっていうことをそもそも理解できなかったら、もうそれは目の問題だから。どっちが綺麗だと思う？こっちの画像と。ただその画像が綺麗なのかどうなのかっていう、いや被写体とライティングの話じゃないんだよこれって。これは不思議な、今説明してることのエッセンスが全部含まれていて、そもそもみんなが見てるのは iPhone とか普通のパソコンのモニターで見てるはずなのになぜか綺麗に見えるでしょ。綺麗に見えない。
これはカメラがその変わったからなんだけど、わかるかな？その映像の綺麗さ。元々の画素数は違うんだけど、みんなが出力してる映像は一緒だから、実は、なんて言えばいいんだろう。これだからね、説明するの難しいんだよね。みんながアウトプットする最大出力っていうのは一緒なわけじゃん。みんなが受け取る方の装置は一緒だから、綺麗に見えたのはそうなんだけど、でも不思議なことが起こってんのよ。不思議なことが起こってる。なんでかっていうと、みんなは iPhone で見てるわけでしょ。iPhone で見てるから両方とも美しく見えるはずじゃん。だからその差なんだよ。これを理解しない限り、多分俺が言ってることは理解できないと思う。要は、マシンスペックがいいからいい映像が見れるっていうのは間違いなの。これ普通の人がよく勘違いしてるんだけど、要は受信する側だけの人はよく勘違いしちゃう現象なんだけど、そもそも綺麗とは何、絵が綺麗っていうのはどういうことなのかっていう話の。そもそも絵が綺麗っていうのは何なのか問題ね。その画質とは何なのかっていう問題。まあ簡単に言うとさ、もう一個もっとわかりやすいのが、生放送をプロがやってくれたのよ。生放送がをこの前、その映画とか映像の、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。もしもーし、もしもおし、かよえしくん、ご無沙汰、元気？ご無沙汰です。ご無沙汰です。今放送中なんだけど、ちょっと大丈夫？大丈夫ですよ。Mac のさ、最新型出たじゃないですか。そうなの？知らないけ知らないか。で、まあ、グラフィックボードが積まれたのよ。ど。で、今、リスナーさんとね、なんで、高性能のパソコンが必要なのかっていう話をしてたんだけど、うまく伝えられなくて、4K モニターがどうとか、グラフィックボードがなぜ必要なのかっていうのを、プロの目線で語ってよ、ちょっと。時間があれば。ちなみにリスナーさん、誰って言われたんで、よし君って言って、僕の映像監督です。ワードフィルムの。で、プロです、映像の。簡単に言うと。で、合ってるよね、自己紹そう介。です。はい。映像の畑でもずっと食ってる人です。はい。ちょっとなんかパソコン、プロから見て、映像編集に対してなぜ高性能のパソコンが必要なのかと、映像の 4K とか、なんていうのか、映像のモニターの話とかをしてもらいたいんだよね。どう話せばいいかな。なんかね、うまく伝えらんないんだよね。サクッとちょっとそこを、なんかプロ目線で語ってくれたら嬉しいなと思って、助かる。Mac が必要な理由？いや、Mac が必要っていうか、俺も迷ってるのよ。つくも行ったりとか、Windows にするか Mac にするかとか、いろいろあったんだけど、多分リスナーさんが分かってないのって、そもそも高画質の映像なんで、なんつうの、高編集が、高、なんつうの、高スペックが必要なのかが理解できないんだって。4K を編集したりした場合にってこと？今回作ろうとしてる映像についてかな。4K、俺はフル HD でいいと思ってんだけど、まあい 4K。やー、もったいないですよね。でもせっかく作んなら 4K でとはちょっとね、まあね。心の中でうすうす思ってましたよ。まあ 4K で撮りたいよね、正直言うとね。もう今からせっかく撮るわけだし、っていちょっうか、といそれはね、うすうす思ってた。や、4K で撮るべきだよ、本来は。ただ、まあまあ、それは今日ミーティングで話そうよ。そうですね。でもあれしょ、なんか 8K 出るらしいよね、今度。8K はね、僕ももうね、やってますやっよ。てんだ。 あれしょ、なんだっけ、なんだっけ、一眼で出るよね、新しく。どこだったっけ、一眼でも 8K がもう撮れるんだ。と次出るやつが撮れるよ。アメリカそうでなん先行だ。発売された。ルミックスだったかな。そうなんだ。それはちょっと僕も知らなかったわ。なんだろう、なんかね、こうね、リスナーにうまく伝えたいんだよね、その映像のことを。
え、ていうか今大丈夫なの時間。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。大丈夫、何分ぐらい大丈夫なの、うん、時間は。何分ぐらい、いや大丈夫ですよまだ。大丈夫か、よかったよかった。今日休み。休みじゃないですよ。あ、マジか。休みじゃないけど大丈夫ですよ。ごめんね。いいえ。ほらみんなはさ放送の画面に見慣れてるわけですよ。で、便所太郎さんって配信者わかる？はいはいはい。あの人さ一眼あのなんかやってますね。そうそうそう、あれがその綺麗だっていう話をしてるんだけど、うんうんうん、あのどう伝えたらいいかなと思ってそっか、まあパソコンがでも、うん、いいスペックないとね、そもそも映像の編集とかってできないんで、うん、そのハイビジョンだとしても、うんうん、なんでな何をどう説明していいか僕も分かんないけど、うん、うん、なんだろうね、スペックの高いパソコンに越したことは まずないっていうのはもう、うんうんうん、いやの、うん、第一に言えること、うん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 、まあそれが Mac であるかどうかっていうのはちょっとわからないかな。Mac でなくても全然いいと思うし、もちろんもちろん。ただし、ただやっぱりそのハイスペックなパソコンってなると、うんうん、ね、あのそのあと自分で管理できるかどうかっていうところにも多分そんなにハイスペックなパソコンってなかなか売ってないから、うん、その、うん、既存のもので、うん、だからあとは自分でこう管理をあとね、あの和田さんの方でできれば、うん、あの Windows とかでもいいと思うし、もちろんもちろん。俺実際そのダヴィンチとかさ、うん、今入れてるソフトって Windows で稼働させてんだけどさ、うんうんうん、あのレッツノートで動かしてるからグラボ積んでないからこの前落ちちゃったのよく動きますね、それ。いや動かなかった動かなかったあのグラボがないって出ません、グラボがないからって弾かれますよね。出る出る。だから、ね、その今パーティキュラーとかやってんのよ、あのなんだろう、キラキラな感じで、うん、あのオーラ体にまとおうとしてて、うん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 、であのアウトライン取るやつあるじゃん、トラッキングだって、はいはいはい、あれがもうあそこで落ちるっていう状態なのよ。まあノーパソではまずきついでしょうね。ダヴィンチってそもそもだいぶ良くなりましたけど、うん、重たいソフトなんで、うん、でもグラフィックボードに左右されるソフトなんであれは、うんうん、無理だよね。あ、今、うん、それはねアフターエフェクトでやった。あ、なるほど。まあ、うん、アフターも一緒ですね。アフターも、まあ、一緒だよね。グラボ、グラボがない、グラボがかなりのところなんで。ちなみにヨシ君いくらぐらいのパソコンで稼働させてんの今自分の。僕今いくらぐらい、僕 Windows なんですけど、うん、トータルいくらぐらいなんだろうな、80とか90ぐらいだと思いますね。そんなに金かけてんだ。うん、まあ、じゃないとでも 8K とか動かないんですよ。まあそうだよね、うん、僕も 8K をやった時にグラボもう1枚追加したんですね。うん、まあでもね思ったより動きますけどね。うん、あー、なるほど。まあそこそこのパソコンあれば 4K で、うん、その映画で 24p っていう条件であれば、うん、そこそこ動きますよ、うん、もちろんそのなんだろう、 そこら辺のパソコンで動かないですけど、うん、そのこれからじゃあ買おうとしてるその Mac なのか分かんないですけど、うん、そういうのも 4K の 24p とかであれば、うん、やっぱ動くと思いますよ、そのくらいのスペックがあれば。編集はできないわけではないんだよね、だから多分あの新しく発売されたやつだと早いかどうか、僕もちょっとまだ見てないんだけど、うん、要は 4K でも 24p、うんなのか、うん、60p なのか、うん、それによって動く動かないってあって、うん、で 24p じゃないですか今回その監督が映画やるっていうところで。そうだね、フレーム数24、うん、そうなんで、うん、24であれば動くと思います、うん、動くよね、まず、ね、まずどういうのか分かんないけどまず動くと思います多分、うんだよね、うん、ただそれが60で動くかどうかって言われるとちょっと分かんないんですけど。え、映画の企画って24だよね、あの23.98ですね。23.98厳密に言えばね、うん、あのえでもそれは24で覚えといていいんだよね今後の20、まあだから結局20結構難しくてそこって、うん、24で撮れるカメラっていうのもあるんですよ、ほうジャストで、ほう、うん、ただ、うん、結局最終的にそのテレビで見たりとかするじゃないですか、うん、DVD だったりうんぬんとか、うんうん、あれっていうのは 23.98 なんですよね、はいはいはい、うん、で、通常映画撮るときは 23.98 で撮っ
て、うん、その後に映画館で流す機っていうのは 24p で流すんですけど、23で98を24に今度変換するんですよね、はい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 、最終的に、はあ、うん、でそうするとこう 0.02 伸びるじゃないですか、うん、あ結局24にするときに、うんうん、そうするとまあ映像自体はあの、うん、フレームなんであんま変わんないんですけど、音が今度変わっちゃうんですよね、うん、若干ずれるんだ、そう音が若干ずれちゃうんですよ、はい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 、で最後にそのダビングっていう MA の作業をするときに合わせるんだ、その音を 0.1% 速くするんですよ、はい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 、分かった、うん、で合わせるっていう作業を最終はするんですけど、まあ、それが段取りとしてはそういう感じ、えじゃあ 0. 何パーテレビで見るときは音が速いってこと、厳密に言えば、へえ知らなかった、うん、でも、まあ、あの聞いて分かるレベルじゃないんで、はい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 、はい、うん、あハリウッドは何 P っていう質問来てる、ハリウッド同じ全部やってることはみんな一緒、映画っていう企画が 24P なんだよね、統一されて映画は 24P、 まあ要はだから 24P っていうとあれですけど、うん、昔はだからフィルムで24コマで撮ってたから、うん、24コマでっていうところなんですけど、うん、その今映像がカラーだったり、うん、フィルムで流してないんで、うん、それの影響で 23.98 っていう、うん、ちょっとなんか意味不明な、うん、あの数字になってるんですよね、だからダビンチだと多分 23.976 っていう数字で多分書いてあるんですよね、厳密に言うとそうらしいんですけど、うん、約 28p ってことなんだ、28、まあじゃあ23.9だから 23.98 が約 24p ってことですよね、はいはい、要はなるほど、うん、でただ通常撮るときは 23.98 で撮るんですけど、うん、24p で撮れるカメラっていうのも最近あるんですよね、はー、何のためにあるのかっていうのちょっと分かんないんですけど、例えばなんだけどその、うん、あの 4K をさダウンエンコードするときに画質が綺麗になったりする問題ってあるじゃん、あれと同じようにフレーム数を60で撮って24にダウンで落とした場合、うん、良くなるみたいな現象ってあるの、うん、ねそれはないっすね、ないんだっていうのは、うん、それをどう使うかなんですけど、うんうんうん、例えば24の中に60をギャッて入れると、うんうん、今度速くなるじゃないですか、うんうん、でも、うん、24p のタイムラインに60を置いて24で走らせると、うん、今度スローがかかるんですよね、スローかかるね、うん、だからスローの撮影をしたいときには、うん、24で撮らないで60で撮っとけば、うん、後でスローかけたときに綺麗なスローモーションが撮れるっていうことになるんですよね、俺のカメラだと 120p 対応なのね、うん、4K の、ね、だから最近そういうハイフレームっていうカメラがいっぱい出てるんで、だからそれ5倍速まで落とせるってことだよね、簡単に5倍まで落とせるってことです、あ、うん、だから24個まで撮ってるものを疑似的にスローかけるとカク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 ってなるじゃないですか、うん、フレーム数が足りないからだよね、そうそうそう、うん、でもそれを120で撮ると滑らかなスローが要はかかるっていう、要はだからあえて本当にゆっくり動いてるような滑らかなスローが撮れるってことね、そうそうそう、だからあのよくあるじゃないですか、あの CM とかでゆっくり歩くやつでしょ、あの、うん、あの Mac の CM でバンズがフィュッと落ちるとかパカーンってこう浮いたりとか、はい、ああいうのって全部ハイフレームで撮ってるんですけど、うん、ああいう綺麗な滑らかな走ってる映像を撮ったりとかするときは、うん、そういう120とか、うん、90とか60とかそういうハイフレームで撮っとくと、うん、あの後でスローかけるシーンってもう分かってるときは、うん、それで絶対撮った方がいいと思う。なるほど。思いますね。なるほど。うん。それはあれか、綺麗になるとかいう概念じゃないんだ。滑らかに、そうですね、あのスローにした時滑らかになるぐらいなんだ。そうですね。だから逆に60とかで撮っちゃって20、うん、普通のスピードで24個までやりたいって時は、うん、いらない部分を全部はしょってることになるんですよね。うん。うん、カットしちゃってるのと一緒なんだ。そうですね。間引くんですよ、要はいらないところを。だから不自然なカット。本当にはなるの、映像的には自然、要はだからカクカクしてますよね、要は映画ってカクカクしてるじゃないですか、うん、うん、ああいう風にするためにいらないフレームを全部撮っちゃうんですよね、あーなるほど、60枚の写真の中から24枚にするんですよね、うん、簡単に言えば だよね、うん、あーなるほどなるほど、了解、どうしようか、今日ミーティングのみにします、ちょっと僕ね夜別件があるんですよ、うん、そうなんでちょっとお話はできるかなっていうところぐらいの時間かなっていう、了解です、
でちょっと夜がちょうど新宿だったんで、あ、ちょうどいいんだね。じゃあすぐ移動できるっていうところだったんですよね。場所は俺が確保しといた方がいい。それまあ、あの、会ってからでも何でもいいですけど、あの、うん、お任せしますけど、それは。あ、じゃあピックしておくわ、俺が。あの、場所ピックアップしといて、そこ集合で。はいはい、うん、よろしくお願いします。わかりました、こちらこそ。リス、はい、すいません、失礼します。リス、何言ってるかわかんないでしょわかんないでしょ。だから結局ハイスペックに越したことはないんだけども、予算の関係とかでどこまで妥協するのかっていうところをずっと話してんの、簡単に言ったら。だから簡単に言ったら300万のパソコンとかでやってるわけよ、ハリウッドとかって。ちょっと水取ってくるわ。わかんないでしょ。頑張ります。ありがとう。そう、予算内でいいの買うしかないですね。問題ですね。判断によったら。そうそう。いや、違う。Mac、50万のパソコンが、最初70万って言われて、それが50万。最初は Mac 買おうとしたの。一番最初は全く知識がない状態で、Mac を買おうとしたら70万だったの。ね。で、それじゃ高すぎるって言って、つくも電気とドスパラ行ったら50万で見積もり出されたの。で、昨日、そのスペックよりも少し下なんだけれども、動くっていう範囲で35万のパソコンが出たの。っていうのが今。よしくん、こんにちは。ありがとうね。よしくんです。で、さっき、あれだよ。水玉のお兄さんだって言ったけど、水玉のお兄さんではないですよ。ボン。水玉のお兄さんは別の人。よしくんが、その、カメラマン監督ね。うん。よしくんです。皆さんよろしく。撮影監督です。ね、難しいんだよね。だから、その映像、その、プロでも難しいわけだから、簡単に言ったら。うん。昨日出た。今日発表でいいよ。だから今日発表でいい。だからタイミング的にはすごくいいの。なんて言えばいいんだろうね。だから綺麗な映像とは何なのかっていう問題なんだよな。綺麗な映像とは何なのか問題があるの。でもね、これはね、もうね、みんなに説明してもしょうがなくて、結局ね、映像を撮ってみんなに見せるしかないんだよ。うん。映像を撮ってみんなに見てもらうしかないんだよ。でもう圧倒的にわかるから綺麗だっていうのは。ただなんで綺麗なのかっていう話じゃん。なんで必要なのかっていう話をね、多分みんなにしてもあんまり伝わらないのかなっていう、そこといつも戦ってるんだよね。結局だから iPhone で撮った何々が
ヒットしてるよって、そのバズる要素と、バズる要素と作りたいっていうのは違うじゃんっていう話をずっとしてるのよ。だからもちろん世の中には iPhone で撮った映像作品でバズってる映像なんて腐るほどあるわけよ。ただそれがアートなのかっていう問題があるのね。あの映画っていうのはアートだから。i9 積んでるの。で、あ、いいや、今説明するわ、こっち側でキャプって。今考えたのが27インチでこれね、標準23万のやつ選択するじゃん。よし君見てて。で、で、プロセッサーを i9 に切り替えるの。44000プラス i9 に切り替えるじゃん、プロセッサー。8コア9世代インテルコア i9 プロセッサーね。で、メモリはまあいいや。メモリ16にした方がいいかな。まあいいや。とりあえずグラフィックボードを、このベガ、レディオンプロベガにして、この値段が64。この値段で34万なの。やっぱそうだよね。ちょっと待って。メモリ64にすると、ほら、やっぱ50万になるんだって。いや、だからそうなるでしょ？いや、だからそうなるんだって。メモリ60、そうだよね。メモリ最低16はないとダメだもんね。そうすると、やっぱ50万近くいくんだって。わかった？みんな。45万、税別の45万だから50万で約。だから、だよね。グラボだけだとダメなんだよね。じゃあ、これでいいの？プロセッサー i9 。ちょっと待ってね。へこんだ、今。結局50万なんじゃねえかって話じゃん。i9 の、64のメモリのグラフィックが、グラボがこれで、値段これか。いやいや、結局50万なんじゃねえかよ。うん。キャッシュするところがない、そっか。まあいいや、今日相談するわ、よし君に。結局50万かかるわ。ごめん。俺の知識不足だった。でもまあ、その、どうなんだろうな。だったら Windows でいいんじゃねえか問題出てくるよね。今度。でもまあ、モニターがついて、レティーナディスプレイついてるからっていう問題もあるし。まあいいや、今日相談しようよ、しくんに。画面付きで、うん、50なら安い。5K 対応。5K 対応のレティーナディスプレイ。まあまあ、まあまあ、まあ50かかるよね。あと、浪人 S 欲しいよ、しくん。浪人持ってない？浪人 S。うん、アクションシーンにジンバル入れたいんだ。いやー大変だ。レティーナあんま好きじゃないんだ。発色が良すぎるみたいな感じ。うん、浪人持ってる？マジで？浪人持ってんの？よしくん。S？ 浪人 S？ 持ってる？浪人の何？うわ、浪人持ってんだ。マジか。うわ、さすがだわ。さすがプロ。そうだよね。パレードとか撮るんなら絶対必要だもんね。いいなあ、浪人。浪人2つ持ってんだ。浪人ミニの方 M？ 浪人 M っていうのあんの？浪人 M ってあのミニの方？
ポケットオスモの方、ロニー S 使いて、エオシ君今度貸してくんない、ロニー S、 ロニー S めっちゃ欲しくて、ロニー S 貸してくんない、もうリスナーにどういうことができるのか見せたいんだよね。 M はこっちか、こっちだ。いいね。いや借りたいでしょ、ロニーエース。いや借りたい。ロニージンバルワーク覚えたいんだよね。うん。iMac 諦めてどうやって編集するんすか。どうやって編集するんですか。なんか念じたら映画ができるの。あのね、オスモは使ってるから多分できると思う。現場でオスモはもう使ってる。だから多分使えると思うよ。まあでも、コマンドが多いもんな。だよね。iMac を諦めたらなんで映画が撮れるのか教えてください。拓也さん。拓也さん、iMac どうやって編集するんですか？どうやって編集するんですか？拓也さん、拓也さん、パソコンがなくてどうやって映画編集するんですか？教えてください。拓也さん、拓也さん、タバコはまだ100歩譲ってわかりますよ。パソコンがなくてどうやって編集するんですか？教えてください。念じるの？何？祈祷？どうやってやんの？教えて、拓也さん。あれどうしたの？拓也さん。コメント止まったけどどうしたの？パソコンがなくて映画作れるんでしょ？どうやってやんの？たくやさん、どうしたの？たくやさん。てめえ、ブロックだ、てめえ、この野郎。てめえ、ブロックだ、二度と来んじゃねえ、バカ野郎。ゴミが。すべての映画、パソコンで編集されてるわ、バカ野郎。アホだろ。頭使えよ。まあまあでも選択肢の中の一つには入ったかな。今日ミーティングどうしようかな。どこ議題にするか。会議室ピックしないと。どうしよう。新宿の会議室。会議室じゃなくていいか、カフェでいいか。どうしようかな。しよっかな。
新しいスペックのもの今日出たなら少し価格変わるんじゃないの？いや、Mac は価格落ちないかな。Mac は一回出た価格で安定かな、しばらく。だからまあ、価格は変わらないと思うよ。安くなってくみたいなことは Mac はあんまりない。2年とか3年とかしばらく固定だね。スタッフ全員招待してたから、招待よし、場所あるのあるとかでいいか。ミーティング用の議題の資料を作らないとな。PV とか撮るときの音の速度を変えて撮影するの、音の速度を変える？浜風さんいらっしゃい。音の速度を変える。音の速度を変えるってどういうことだろう？ PV。音の速度がちょっとわかんないですね。音ってなんだろう？音なんだろう、音ってどういうやつですか。音の速度を変えるっていうのは、撮る時の音の速度を変えて撮影する。
曲を、PV の時は楽曲を担当するのは基本的にはミュージシャン側の方なんですよ。で、映像の方は僕ら担当ですね。だから、なんていうのかな、 PV の撮影も何回か入ったことあるんだけど、あの映像は映像担当で、楽曲は楽曲作ってるアーティストと分業なんで、音に関しては僕らはいじらないっていうのが基本ですね。 PV っていうのはだ、音がゆっくり流れたっていうのは、 音がゆっくり流れる演出をその向こう側が持ってる。で、楽曲を渡されてそこに映像を当てはめるっていうのが普通多いパターンかな。あんまり映像の人は音に口出ししないっすね。ていうか、まあまずしないかな、 PV の場合は。
あと映画のスタッフやりたいって言ってたリスナーさん何人いたっけな。いや、面白くなってきたね。面白くなってきましたよ。いいんじゃない？やりたいって言うんだったら。まあ、本人がやりたくないっつったら外すけど。いいんじゃない？本人次第かな。そっか、ボン来れないか。できればね、早めに、ね、何回来てもらいたいけど、何日ぐらい前に言ったら動けるの、ボンは。どれくらい前に言ってたら動ける感じなの、フットワーク的には。まあ、今日は急の急だからしょうがないけど、なるべくね、早い段階で参加してもらった方が、意思疎通のズレが出ないから、ありがたいんだけど。どんな感じなんだろう。分かり次第か。まあまあ、今さっきの問題だったからね。大体何週間ぐらい前に言うとか、1週間ぐらい前で大丈夫なの？動けんの？どんどん情報にズレが出てくるからね。一緒に作ってる感出していきたいから。1週間ぐらいね。OKOK。了解。うわ、マジかよ。ありがとうございます。ファンタスティック花火ありがとう。ありがとうございます。ドンチキ寄り道ありがとう。わあ、すげえな。誰？わあ、ファンタスティックですよ、皆さん。ありがとうございます。いただきます。
ありがとう。よりみつ大歓迎。ありがとうございます。ありがとう。匿名さんありがとうね。ありがとう。来たー。来たこれ。ねえ、タムもね、家近かったらね、映画ね、参加してもらいたいけどね。タムも映画近かったらね。ドンチキだよ、ドンチキ。ねえ、東京ね、近かったらね。いや、楽しくなってきたな。第2回のミーティングだね。概要、ワドフィルムの概要、東京住んじゃう、来る来る、資料作らないとな。間違えた、資料作ろう。編集ファイルのドキュメント素材。行く行くのノリじゃ行けないよね。距離が遠すぎるよね。わかるよ。ファイルのなんだっけ、ドキュメント詳細だっけな、表紙だっけな。新しい、プレゼンテーション、Google プレゼンテーション立て、ファイルのページ設定、ファイルのページ設定をカスタム、いいのか。
ツバニャンと善一さんと3人でドライブしてる夢を見ました。おはようございます。おはよう、おはようございます。スーパーニャン好きだよな、カレーをそんな。
クラウドファンディングとかでさ、支援募った時のお返しってなんて言うんだっけ？支援が来た時のお返しってなんて言うんだっけ？誰かわかる人いる？スポンサーに対するそのなんて言うんだっけ、あれ言葉が出てこない。誰かわかる人いない？支援の見返りのことなんて言うんだっけ？なんて言うんだっけ？支援してもらった時のお返しってなんて言うんだっけ？キートスとかってなんて言ってたかな？誰かわかる人いる？なんて言うんだっけ？あれなんだっけ？どう忘れしてんの？コメント止まったな。
スポンサーに対する、スポンサーってなんて言うんだ、スポンサー、スポンサーに対する、スポンサー、対価、スポンサー、クラウドファンディング、リターン、リターンか、リターンか、リターンに、リターンでいいか。いいね、ありがとう、ボン。予算について話したでしょ。何曜日だっけ？水曜日だっけ？今日。今日水曜日？水曜だっけ？
画像データなんだこれ。なんだこれ。
80人もこれ見てて楽しいの？どんなモチベーションでこの放送を見てんの？80人これ見てて面白いの？全然話題振ってくれたら喋るよ。マルチタスク全然できるから。なんか話したいこととかあったら全然振ってね。全然問題ないからね。なんかこれぼーっと見てても面白くなくない？なんか大丈夫？まあこういうその会議に向けて資料作ってるんですけど今、まあ、前回1回映画の会議をよし君とやって、まあ、今回第2回目なんだけど、まあ前回のおさらいと今回の予算報告機材、まあスタッフの人員確保についてとかいろいろとその参加したメンバーが遅れないように資料を作らないといけないんですよ。今必要としてるのは助監督照明音響。なんか別に話題振ってくれていいからね。予算報告、資金集め、機材、スタッフ、脚本か、最後。で、演者について。
際スタッフ予算予算について、予算について、機材について、スタッフについて、演者について、脚本について。できたーできたー OK これを後でやると OK できましたー OK 終わった終わったよんお疲れで、これができたから、ここまで終わったと。飯でも食うか。お疲れ。お疲れ様でーす。いや、大変だね。あと3時間後に集合か。3時間後にミーティングだから、議題はこれで OK だよな。じゃあ後でプリントアウトすればいいか。プリントアウトして、で、映画を作ると。うん、OK かな。できたかな。じゃあ飯食って風呂入って飯食って風呂入ってミーティングをして、うん、飯風呂まあいい感じかな。他の人来れないかな。
本ができた。脚本ができてない。大変だな、これな。一回な、みんな集まんねえとな。面白くなってきたね。面白くなってきたね。帰ったな。結局昨日さ、何も食わないで寝ちゃったんだよね。結局昨日何も食わなかったんだよね。腹めちゃめちゃ減ったわ。食べたいっすね。カレー食いてえな。カレー食いてえな。確かにカレー食いてえな。いや昨日から何も食ってないんだよね。昨日なんか食ったっけな。昨日ね、朝にパン食って、昨日なんかもう多分なんだけど、もうのあの季節性のうつ
節性のうつがバンって出ちゃって、もう超絶減らってて昨日。でもただのメンヘラ女みたいになってて、季節性のうつ多分ね、春が来たん春が来るとこうなるから、うん、あの季節の変わり目はメンタルの調子で把握しないといけないのよ、我々メンヘラは。昨日すげえ超絶減らってて、で結局寝れなくてツイッターを1時間ぐらい書いてて、疲れてそのまま倒れて寝たっていう、もう完全な季節性の鬱なのよ。あ、春が来たな、春がやってきたなと思って、でそのまま倒れて寝たんだよね、うん、いやもうメンヘラ女子ですよ、乙女ですよ。ツイッターしまくってたらフォロワー7人減ったからね、昨日だけで。闇ツイートをしてたら、まあでもね、最近なんかおかしいなとは思ってたんだよね、うん。でなぜか今日は蒼天反応してるから、ちょっとアッパー気味なんだよね俺。ちょっとそう状態の、ちょっといい感じなんですよ、うん。昨日はもう本当に死にたかったからね、うん、死にたいっていうか、もう消え去りたかったから、この世から、この世から消え去りたいと思って、いなくなりたい、私はカインになりたい、だから。腹減ったな。いや俺はひどいよ、もう本当にただのドメンヘラだから。まあ囲いが何人かアンチ化しただろうねもうしょうがない、ついてこれない人はしょうがないから。そう、定期的に 2,3 年に1回というか半年に1回ぐらいぶっ壊したかなるのはもう俺の生き様だから、これでついてこれなかったら、あのもうついてこれないから。これも含めてワド監督だから、受け入れていかないと。腹減ったなぁ。ボンありがとう、アイテムありがとう。ていうか最近なんかすげえ、なんかファンタスティックとか招き猫とかくれる人がいてありがたいよね。しょうがないよね、人間だもんね。それは頑張ってたら壊れるよね。壊れないクリエイターなんて、壊れ、ダメだよ。クリエイターは壊れて迷惑かけて、人にボロカス言われてなんぼだから。ありがたいよね、本当にね。頑張んないとね。頑張んないとね。
最近ヘラリが止まんないからね、俺の。ワドちゃんのヘラリが止まらないから。ワドちゃんはヘラってるっていう小手半に変えようかな、俺。いいこと言おうとしたのに、グーって構えてたのに。ダメだよ、聞かないから。メンヘラに理屈なんか聞かないから。可愛い女の子が優しく抱きしめて、ワトちゃん大丈夫だよって裸で優しく抱きしめてくれないと俺の病気は治らないから。ワトちゃん大丈夫だよって、そう、必要なのは名言じゃなくておっぱいだから、そう、覚えといて。そうでしょ、減らってるワドに必要なのは名言じゃないの、アドバイスじゃないの。柔らかいおっぱいだから、女体だから、基本的には。覚えといて。もう そっといいねボタンを押しとけばいい。何もしなきゃ何にもないから、害はないから。そう、くびれとかお尻とかは柔らかいおっぱいがあればなんとかなる。そうだね、女体だね。女体がないからこうなった。でも新しいね、配信で普段はわーって言ってわーって終わるんだけど、配信でわーって言わないで、ツイッターでわーって言うっていう新しいストレス発散法を覚えたから。ツイッターでぶちまけるっていう新しい表現を覚えたから成長した。配信で言うとアンチが増えるじゃん。うん、ツイッターで怒りをぶちまけたらいいんだよ。ネットね、ツイートすればいいんだよ。俺は分かったよ。新しい、次のステージに行ったよ。次のステージ。レベルアップした、成長した。どうしよっかな、もう風呂入って動こうかな。どうしよう、飯食って移動しようかな、会議場所に。嘘つきたちが踊ってるわ、パワーワードでしょ。嘘つきたちが踊ってるわ。嘘つきたちが笑ってる。踊ってるわ、結構。嘘つきたちが踊ってるわ。映画のタイトルにできるよ。これは結構パワーワードだ。もうすごい、すごい嘘つきたちが何百人という中でこう、踊り狂ってる映像が俺のビジョンの中にあって、それは映像化したいの。宮崎駿の巨神兵がこう破壊していくみたいな、あの描写みたいに、こう嘘つきたちが踊り狂って、こう新宿とか渋谷とかを破壊していく様。そう。それは映像化したいな。すごかったよ。嘘つきって私のことですか?ってすごい問い合わせ来たよ。すごかったよ。おばちゃん、ピュアリスナーからの問い合わせが半端なかった。私何か嘘つきましたか、嘘つきって誰ですかつって、俺はもうそれをもうひたすら無視しながら、もう嘘つきたちがつって、すごい戦いだったよ。ピュアミンたちとの昨日の夜は激しかったよ、
私嘘なんかついてませんとかいろいろ来てたから、もうそれどころじゃないっつって、俺は今嘘つきたちと戦ってるんだっつって、そう、誰なんですかって言われても誰のことでもないからね誰のことでもないから、被害妄想が半端じゃない、ピュアミンたちは、あ、私のことを言われてるっていう、誰でもない、別に人間様の話だから。そう、俺はエネミーと戦ってたんだよ、自分の中のエネミーと。でも昨日は死にたかったな、久々、頭割れるぐらい痛かったもんね、頭割れるぐらい痛くて、もうひどかったね昨日のヘラリは。もうほんと入院かなって思ったもん。もう2歩行ったら入院だったね。もう手前まで来てたよ。俺の中のヨハン・リーベルとか暴れてたよ。俺の中のアキラくんが。俺の中の尾崎豊が。もうずーっとシェリーが流れてたね。シェリーが。俺の中の尾崎豊は一体いくつになったら、いなくなるんだろうね。何なんだろうね。尾崎豊が止まらないんだよな。作詞和道、作曲源ちゃん、ボーカルも源ちゃん。源ちゃんロックな感じ出すのかな。シェリーは名曲でしょ。あれシェリーって配信者の歌だと思うもん俺。シェリーは何回聞いても配信者の歌にしか聞こえないんだよね。シェリーの歌詞見てみようよ。シェリー歌詞、シェリー、尾崎豊、シェリー、みんなよく聞いてね。作詞作曲尾崎豊、シェリー、シェリー、俺は転がり続けてこんなとこにたどり着いた。これ配信会のことだ。ふわっちのことだね。シェリー、俺は焦りすぎたのか。むやみに何もかも捨てしまったけど。これは実社会のことだね。これは、職場とか家庭の話だね。シェリー、あの頃は夢だった。夢のために生きてきた俺だけど。これマンスリーランキングの話だね。シェリー、お前の言う通り。金か夢かわからない暮らしさ。これだから仮想配信者のお金が欲しいっていうのとマンスリーラ有名閲覧が欲しいですよ。ここまで OK ね。で転がり続ける俺の生き様を時には無様な格好で支えてる。シェリー優しく俺をほらほらみんなここ重要。優しくだから、優しく俺を叱ってくれだからね、でしょ。で強く抱きしめておくれ。ほらおっぱいが必要だっていうことちゃんと尾崎は分かってるんだよ。クソみてえなアドバイスとかいらないの。クソみてえな名言なんていらないの。シェリー優しく俺を叱ってくれ、そして強く抱きしめておくれって言ってるでしょ尾崎豊が。お前の愛が全てを包むから。でサビですよ。シェリーいつになれば俺は這い上がれるのだろう。シェリーどこに行けば、これ旅配信の話だね。どこに行けば俺はたどり着けるのだろう。シェリー俺は歌う愛すべきものすべてに。なんかこれツイッターですよ。シェリー見知らぬところで人に出会ったらどうすりゃいいかい。これコミュ障だよね。これコミュ障っていうことを表してる。シェリー俺ははぐれ者だからお前みたいにうまく笑いやしたい。コミュ障パートだね2番は。シェリー夢を求めるならば孤独すら恐れないよね。なんかこれ大手になるためにはもう孤独にならないといけないという尾崎のメッセージね。シェリー一人で生きるなら涙なんか見せちゃいけないよね。転がり続ける俺の生き様を時には涙をこらえて支えてる。シェリーほら哀れみなど受けたくない。クソバイスなんかいらない。俺は負け犬なんかじゃないから。負け犬なんだけどね。俺は真実へと歩いていく。シェリー俺はうまく歌えてるか、俺はうまく笑えてるか、俺の笑顔は卑屈じゃないかい、俺は誤解されてないかい、俺はまだバカと呼ばれてるか、
俺はまだまだ恨まれてるか、俺は愛される資格はあるか、俺は決して間違ってないか、俺は真実へと歩いてるかい。シェリー、いつになれば俺は這い上がれるのだろう。シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるのだろう。シェリー、俺は歌う、愛すべきすべてに、愛すべきものすべてに。すごくない？これどう考えても配信者の歌でしょ。わかる？これシェリー、いつになれば俺は這い上がれるのだろう。シェリー、どこに行けば俺はたどり着けるのだろう。シェリー、俺は歌う、愛すべきものすべてに。これ配信者の歌でしょ、完全に。これ配信者の歌にしか聞こえないんだよ、俺。わかるかな、これ。シェリーはテーマソングになるべきなんだよ。配信者全員シェリーを聴かないとダメだよ。これはすごい曲だから。何回聴いても配信者の歌にしか聞こえない。でも今の若い子とか尾崎豊意味が分かんないんだろうな。なんか悟り世代だから尾崎はぁみたいな感じなんだろうね。何尾崎って、ただの反社会勢力みたいな扱いなんだろうね。尾崎が響かないんだよ。杉本彩は嘘つきじゃないと思います杉本彩ってなんであんないいんだろうね。俺杉本彩ってあのドクター M さん杉本彩系じゃないですか。なんか近いものを感じるんだよね。杉本彩って絶対あのなんだろう、エロそうに見えて実はそのなんていうのかな、
少女性があるじゃん。だから女の人に嫌われないんだよ、あの人。エロいんだけど、エロを前面に出してるように見えて、実はエロのギャップで、あの少女性、恥じらいを演出してるんだよね。杉本彩全然嫌いになれないんだよな。杉本彩すごい好きだな。でもなんかあんまり性的にはグッとこないけど、杉本彩はなんかいい人そうだよね。杉本彩なんで出てきたのかわかんないけど、腹減ったな。いや、杉本彩いいっすよ。この人うまいなって、キャラクターメイク本当うまいなっていうか、なんか16歳の杉本彩を忘れてないっていうか、あんだけババアになっても。で、品があるんだよね、だから。ファッションと見た目のギャップがすごくいい。だギャップだよな、やっぱな。ギャップだよな。杉本彩は好きだな。友達になりたい感じ。絶対優しい、あの人。いい人だと思う。全盛期のさ、なんだっけ、あのヤンキー女なんだっけ、土屋アンナすげえ好きなんだよ、造形は。顔的には全盛期の土屋、川島直美は大っ嫌い。そう、川島直美と同系統に見せ、そう、すごくいい。そう、川島直美とは絶な、全然違う、レベルが違う。土屋アンナ好きなんだよな。で、土屋アンナって絶対ばあちゃんになったら美輪明宏みたいになると思わない。全盛期の土屋アンナマジで可愛いかんな。えぐいよね。顔の作りは土屋アンナがすげえ好き。もう完成形だと思うね。もう本当にドヤンキーらしいよね、土屋アンナ。なんかだんだんケバいババアみたいになっていってもパワーあるもんな。持ってるよね、なんかオーラがあるよね。かっこいい女の人好きなんだよな。かっこいい女の人、なんか食い行くか。じゃあ一旦1時になったんで終わりにしたいと思います。